ここはキングレコードで、私のソロシングルこの前 Can You Walk With Me 発売した時からお世話になることになったキングレコードさん。はい、あ、失礼します。あ、お疲れ様です。何この空間。お願いします。お座りください。はい、はい、というわけですね、はい、改めまして、はい、前回ねティザーでも、はい、発表させていただきましたけど、はい、ちょっと改めてプロデュース続投させていただけるということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファンの人めっちゃ喜んでるのと、はい、早く情報を知りたいみたいな、ただ私も分かんないから、はい、私も知りませんって言うしかなくって。いや、もう覚悟できてますよね。なんかそういえば前回言われましたよね。覚悟しておいてください、はい、やっぱり秋元先生からも、はい、続投ということは、うん、今回というか前回というか、はい、Can you walk with me は真面目にやらせていただいたんですけど、はい、本当に素敵な作品を、はい、多分なんですけど求められてることは違うんじゃないかなという。本当に本当ですか。多分このまま行けっていうことじゃないと思うんですよ。本当に本当ですか。ちょっと私そこを確認できてないですけど、はい、でも渡辺さんがそう言うんだったらそうなのかもしれない。そうですね、まあちょっと確認はさせていただきたいところではあるんですけど。でも何か走り出さなきゃ何も始まらない、はい、そうですね、はい、覚悟は、はい、あ、もうしたい、はい、しました、はい、じゃあ発表させていただきます。発表します。はい、柏木由紀、ワック所属の全グループに加入していただきます。え待って、心臓バクバクやば、はい、え、まあ、うちに所属のグループ、まあ育成グループを除いて、はい、発表されているのが7組いまして、はい、立ち上がりますよね、そこにすべてもう柏木さんが、まあ、ビッシュであればもうビッシュの一員として、大丈夫うるさ入っていただいて、やってもらうっていうところです。で、これは何の意味があるかっていうと、はい、やっぱり柏木さんは AKB で、はい、王道のアイドルをやられてきたと思うんですけど、まあ、僕たちはやっぱり自分で言うのもなんですけど、間違いなく邪道であると。ずっと初対面の時からおっしゃってますもんね、はい、なのでもうこの邪道を存分に堪能してもらおうと、いうところでですね、せっかくなんでもうね、これからずっとアイドルを続けていくっていう、はい、柏木さんの意思の中でやっぱり王道しか知らないっていうことは良くないだろうと、でそれに対して邪道を学ぶことによって王道の良さも改めて際立ってくるんじゃないかなと。なんか講演会の話聞いてるみたいな気持ちになってきた。あ、そうかもしれないって急に思い始めた。うわ、まあ、確かにもうとにかく一旦は、はい、柏木さんについてはこの僕たちとのこの企画については、うんうん、もう一回柏木由紀を捨てていただいて柏木由紀 AKB、 あ、違いますね、 AKB の柏木由紀を捨てていただいて、はいはいはい、WACKの柏木由紀になっていただく。すごい、はい、もう僕も事務所の担当になったつもりでやらせていただきますので。うわー、すごい、はい、そうきたか。ちょっと想像めちゃくちゃ超えていきましたね。でもめっちゃ楽しみです。いや、もう僕もすごいなんかワクワクしかしてないんですけど、はい、まあ、でやっぱりグループ自体もやっぱりカラーがいろんなグループがあって、はい、それこそ、まあ、ビッシュもそうですし、うん、水曜日のダウンタウンから出てきた芝、はい、まあの大群とかは、うん、ね、この間もあの記者会見でしていただきましたけど、まあ、クロちゃんっていうのがアドバイザーにいたりとか、はい、なんで多分、まあ、間違いなくクロちゃんに何か指示を出される。うわー最悪。うわー、完全に記者会見の時は何も考えてなかったですけど、やっぱりあそこがやっぱりね、伏線回収のポイントだったですよね。いつでもみたいなの言ってましたもんね。うわー、すごい、こうなるか、はい、でだったので、まあ、まずちょっと今日は、まあ、ワックについて の、はい、歴史をちょっと簡単にではあるんですけど、僕たちワックっていうのは何なのかっていうのをちょっとご説明させていただきたいなと。ぜひぜひ。僕もまあサラリーマンやってた時代もあったりとか、うん、7年前に独立をして、うん、会社を立ち上げて、
まだまだ本当に何ですかベンチャー企業なんですね。そこの中でですね、はい、やっぱり僕たちはまあさっきも邪道って言いましたけど、うん、王道では勝てなかったんですね。だったのでやっぱり人と違うことをして、うんうんうん、いかにして皆さんに知ってもらうかっていうところを、うん、意識してずっとやってきたんですよ、はい、僕でも本当に最初にスピークイージーで喋らせてもらった時もそうなんですけど、はい、やっぱりドキュメンタリーオブ AKB の映画を見て、はい、勝てねえと思ったんですよ。本当にそこからやっぱり僕もその邪道とは何かっていうものをやっぱり考えるきっかけになったというか、はい、やっぱりその AKB がもう国民的アイドルに多分時が多分 なった時っていうかちょうどぐらいですかね。ちょうどそのもう誰もが知る状況になった時だったと思うんですけど、まあ、AKB がいかに過酷かみたいな、うんお話だったと思うんですけど、うんまあ、僕たちからするとあんなものは過酷ではないといやこっちも別に過酷と思ってないですよそんな過酷多分たまでも時代だとアイドルがああいうことを見せることがなかったからなんか過酷に見えたんでしょうね。でだったんで、まあ、僕たちその時にはい、いわゆる地下アイドルって呼ばれる、はいところで僕たちもやってたんですけど、うん、そのシーン的にはでまあ、ある意味その AKB さんがメジャーアイドルで、うん、っていうことでやってた時に、まあ、地下アイドルでいうと楽屋が、まあ、本当にこのぐらいの狭い楽屋になんか20人ぐらい詰め込まれて、うん、で大体5人ぐらい過呼吸で倒れてるんですね。でだったんであれを見てでも僕たちはもうなんか結構慣れっこだったんですよ。だからみんなこうなっちゃうよねなんて思ってたんですけど、はいはいはい、やっぱりドキュメンタリーを見てるとなんか世間一般の人たちは、うん、うわこんなに大変なこう状況の過酷な状況の中でやってるんだって思った時に、うん、その王道のアイドルがこうなるんだったらもう勝てるわけがないって僕たちは思ったんですよ。だったんでなんかそれも含めてやっぱりその邪道っていうか、うん、そのこの人たちに勝つためにはどうしたらいいかっていうのを考え始めたのが僕のプロデュースの原点というかだったんですよね、うんうんうん、でだったんで、ちょっとですね、はい、僕もピックアップしてきたのでちょっと自分たちが何をやってきたのかっていうのを羅列して、はい来たんですね。でこれ僕サラリーマン時代の時です、はいキーワード、はい、ももクロ襲撃。うわ面白い面白い2番目全裸 PV。 ああこれはもう越野純子加入。そして、赤字覚悟の横浜アリーナ第3公演。ここからやばいですよ。まだこれ、はい、まだ序盤序盤です。結構響いてますけど、はい、AV 監督にアイドルのハメ撮り OK。 ファンを無視したメンバーのトレード。過酷な合宿オーディション。ゲリラばっかりやるワックそして、チンコって歌詞に入ってる、まあ、こんな感じのすごい、はい、があってですね。こんな感じのって言われてもどういう感想を言えばいいのすごい。まあ細かく説明していくと、はい、ちょっとまあせっかくキングさんなんでももクロの話も許してくれるんじゃないかというところで一旦話をするとですね、気になる。当時ももクロさんがですね、まあ、もう飛ぶ鳥を落とす勢いで、はいはいはい、ガンガンやってた時で、うん、まだでも言って中野サンプラザとか、うん、そういう時だったんですけど、その時に街頭宣伝で車に乗ってなんか選挙カーみたいなもので、うん、ももクロが回るみたいなやつがあったんですけど、それにちょっと僕たちも YouTube 番組みたいなもので、はい、ももクロに対してなんか自分たちのアピールをするっていう、まあ、ビスっていうグループだったんですけども、はい、ももクロにビスですとか言ってももクロのファンの方からすごく叱責を受けたんですけど、はい、お天気情報のあるじゃないですか、こんなに雨が降ってますみたいな時にちょっと映り込んでくる人いるじゃないですかああいう感じですね。でもとにかく構ってほしくてです、ね、なるほど、はい、まあアピールですよね。アピール方法としてで、まあここが多分一番僕たちのそのピークポイントっていうか、ブレイクするっていうか、うん、ポイントだったんですけど、まあ、全裸 PV、うん、これはもう全裸で走ってるように見えるミュージックビデオを、うん、メンバーと一緒に撮るっていうのをやったんですけど、うん、まあ、これはもう本当になんで、まあ、全部さっきのと同じでかまってちゃんなんですけどミュージックビデオで全裸になったら話題が振りまけるんじゃないかと。さすがに、はい、さすがに世間もっていうところでやらせてもらったんですけど、あの女ですね、はい、やっぱり話題になりまして、あ、ね、僕たちのことを知らなくてもあの PV っていうと結構男の人は、はい、知ってる知ってるってなる
ところまであの全国区になったとすごいいうところですね。で、まあ、もうこれもメンバーたちはもう本当にとにかくその覚悟というか、こうこれで曲を知ってもらえたら本望だっていう気持ちでやらせてもらいました。そしてこれはなぜかよくわからないですけど、あの世界の、越野純子さん、そう、それ何一旦加入したんですよ。へえ、ビスに。ビスさん、はい、ですごい、これもすごくニュースになりまして、おー、すごい、あの入ったんですけど、やっぱりなかなか活動は厳しいということで、最終的には終身名誉メンバーに、はい、あのなっているので、あの一期のビスはですね、あのそれこそ、はい、越野純子がずっとメンバーにいたんですね。で終身名誉、終身名誉メンバーとして越野純子さんがいるんです、ね、はい、で私今後じゃあもしビスさんに入ったら、はい、先輩ですね。先輩ですねすごい。で、実はですね、そこに対してもう僕たちもその全裸 PV とかいろんなものをやってきた中で、はい、もうちょっと頭がおかしくなってたんでしょうねであのだったので解散日にですね、はい、のリハーサルに密着したドキュメンタリーを撮ったんですけど、うん、の監督たちが全員ですね、あの AV のハメ撮り監督たちだったんですね。そこでそんなそれで解散日前日からあの密着させていただいて、はい、でこれももう本当にあの今考えると当時よく炎上しなかったなと思うんですけど、あの僕がですね、まあ、アイドルを信じてるからという体で、はい、あのまあ、AV 男優が誘って OK だったら、はい、ハメ撮りをしてもいいとなんで何のためにで、あのその監督たちがですね、はい、非常に有名なあの監督たちで、うん、あのキャノンボールっていう、あの、はい、それこそあのテレビでも芸人キャノンボールとかやってたりとか、プロレスでもプロレスキャノンボールっていうのやってたりとかですね、はい、まあ、いわゆるそういうあの皆さんが真似するような形で の、 そのポイントを競うものをやってたんですけど、はい、あのそれでまあ なんでアイドルに触れたら、1ポイントとか、なんかハメ撮りできたら100ポイントみたいなそういうものを競っていた、もう本当に最低なあのものをやったんですけどね、はい、でもそれのおかげで、はい、やっぱり AV の、を好きな方たちからやっぱりビスの認知っていうのが、あ、確かに、あのやっぱり広がったりとかですね笑ってますけど皆さん、いやでもそうですよね、確かに、はい、ここまでがサラリーマン時代なんですけど、あ、ここまでサラリーマン時代だ、はい、だったので、あのその時、この時までがやっぱりすごくあの好き勝手、もうとにかく、まあ、あの何ですか、知ってもらうために何でもやるっていう、うん、ことをやっぱり追い求めてきた、うん、これが大体3年ぐらいの間に起こったことなんですけど、すごい、ここからまあ独立をして、さっき言った通りで7年今やってる状況なんですけど、うん、まあ、ここからはですね、ファンを無視したメンバーのトレードっていうのがあるんですけど、あのワンマンの会社なんですね、僕の会社がもうオーナー社長で、はい、あのもう僕がそうですね、あのカラスが白いって言ったら、はい、メンバーたちは白いですっていうあの会社なんですけどすごい、はい、だったのでもう彼女たちの人事権とかも、うん、あの基本的にはだここは僕はでもあの秋元さんと一緒かなっていう、あ、まあ確かにありますね、ところではあるんですけど、あのトレードしたりとか、うん、あとはですね、僕も昨日まで行ってきたんですけど、あの1週間ですね、はい、あの24時間あのずっと生放送し続けて、あの過酷なオーディションをメンバーたちと行うっていうのをやってるんですけど、うん、それもなんで早朝マラソンあり、デスソースの食事があったりとか、あのどん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 ですね、あの候補者の候補生の子たちがあの1日目はキラキラした顔でいるんですけど、3日目ぐらいからもう、はい、あの化粧するあの気力すらなくなり、あのどん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 疲れていくっていうあの合宿があったりとかですね、これもだから、まあ、24時間なんで、これもなぜ24時間にしてるかっていうと、はい、まあ、オーディション番組ってよくあるじゃないですか、でだったんですけど、僕たちはやっぱり人と違うことでこれはやらないだろうみたいな部分をやっぱりやってきているので、うん、その24時間、生放送するとこはないだろうというところで、まあ、日テレさんとか24時間テレビとかあるじゃないですか、はい、ああいうところでやっぱり24時間っていう単語がすごい響きがいいので、うん、24時間ぶっ続けて特典会をやったりとか、すごい、はい、そういうことをやってたりとかするんですね。人と違うこと、人がやらないことをこう頑張って、うん、やってくることによって、あのいろんな人に認知してもらってきたっていう、ところはあるんですけど、はい、まあ、あとはですね、あの僕たちの最後になるんですけど、会社 の、 あの社税がですね、はい、社税、いわゆる家訓みたいなやつがあるんですけど、あ、はい、それがまあ僕たちもチンコと言える世の中をっていうあの社長になってました。だから僕も本当にあの、はい、最初に
皆さんにも聞いたんですけど大丈夫ですか、はい、っていうのは聞いてたんですけど、はい、まあ、皆さん大丈夫だっておっしゃっていただけるんで今僕も喋ってますけど、はい、本当にあのいてはいけないんですよ。本当に王道のアイドルの方が入ってはいけないんですけど、まあ、ここまで来てしまったのでもうしょうがないんですけどすごいですね。でなので今そのチンコと言える世の中をっていうところでいくとですね、はい、あのビッシュっていう、グループが、はい、あのノンタイアップっていう曲でですね、うん、おっぱい舐めてろチンコしこってろっていう歌詞がであのCDをリリースさせていただいたりとかですねすごい、はい、あのやらせていただいてまして、はい、多分今まで味わったことのないあの雰囲気をきっとあのグループに入ることによって味わうんじゃないかなと思ってまして、めちゃくちゃ不安になってきたそうですね、うん、不安になってきました、まあ、でもやるしかないのでいやそれ私が言うことなんですよ渡辺さんそうでしょうけど私が言うことなんですよ、やるしかないので僕の持論なんですけど、やっぱりやるからにはやっぱりとことんあの入り込んでやるしかないかなと思いますので、うん、そうですね、あのぜひですね楽しんでいただけたら、はい、嬉しいなと、はい、楽しみたいと思います。はい、お邪魔します。はい、せーの。